夏休みって素敵だと思わない？またしても唐突だね。夏限定の甘いものがたくさん出るから。なるほど。冷たいスイーツがいよいよ本領を発揮するの。そうだね。お祭りの屋台なんかで売ってる甘いものも見逃せない。うん。ごめんね、私ばっかり話して。さっぱり系のフルーツを使ったケーキならきっと小畑くんも気に入ると思うの。あ、何度も言うけど僕は甘いものはそこまで得意じゃ。きっと気に入ると思うの。あ、うん。